プレーボール大分の田がっち親方です。昨日から大分県では甲子園の予選大分大会が行われております。こちらのチャンネルではですね、その大分大会の、まあ、簡単な試合の結果報告と、まあ、翌日ですね、次の日のこう試合の紹介を行います。まあ、あくまでも私のですね、元高校球児だった私の、まあ、一感想ではございますが、お付き合いいただけると幸いです。本日はですね、2日目1回戦3つの試合が行われました。ということで早速1回戦ですね、本日の試合の模様をご紹介いたします。どうか最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは2日目ですね、いずれも1回戦です。第1試合、大分西対大分豊富は4-0、大分豊富が勝利いたしました。昨日の動画でもですね、これ結構面白い対決だと、で引き締まった試合になるかなっていう話したんですが、結果的にはですね、4-0、ちょっと差がついたかなという感じです。いずれも大分市内の文武両道の学校でしてですね、勉強もね、そして運動も結構力入れてる学校同士ですけれども、これ序盤ですね、大分豊富がもう大量得点を上げてですね、そのままもう逃げ切ったという見解ですね。確か私初回チラッとだけ見たんですが、確かノーアウト満塁とか言ってたじゃないですかね。もうそこで一気にもう勝負を決めたような感じですね。大分西ですね、こう中盤以降、こう互角にやってただけにですね、非常に惜しい試合だったというかですね、1点がなかなか取れないというゲームでございました。続きまして、武田対日田は11-1、武田が勝ちました。6回コールドゲームです。母校ということでね、武田は母校なんですけれどもね、久々に懐かしくてもう嬉しいですね。実を言うと私、今朝ですね、私仕事の今現場が竹田市なんですけれども、ちょうど竹田インターのところでですね、その竹田高校の野球部、後輩ですよがですね、乗ったバスがちょうどすれ違ってね、後ほど紹介します。ユニフォーム今黄色くなってますけれども、黄色い帽子見て、お頑張れよと心の中で念を送りまして、無事ですね、その思いもね、届いたかなったというところが嬉しいですね。日田はですね、部員が15名と少ないんですね。特に3年生が1名ですね。2年生が、4名。1年生が10名と、若いチームなんですね。確か昨年の秋ぐらいまではですね、宇佐産業科学だしとかね、合同で出てたところが、今回夏はなんとか日田高校単独で出場されたということでですね、本当それは良かったと思いますし、3年生にとっては非常に悔しい、結果とはなったんですけれども、それでも先制点をいきなり、叩き出したり、結構序盤はですね、日田高校強いなと、結構打つなというイメージが、ありました。ちょくちょく試合も見させていただいてたんですが、これもしかしたら日田高校勝機あるんじゃないかなというのも正直最初私感じました。実際中盤にですね、武田が一気に畳みかけてですね、コールドというふうになって、なった状況です。で、竹田はですね、私見る限りは、そこそこ、ヒットも出てたんですが、それ以上に今回はその、エンドランとかですね、盗塁など、機動力を使った野球で圧倒してたイメージですね。例えば結構ノーアウト一塁で出てても、私だってバントするところを、今回結構エンドラン打ってきて、しかもうまく右方向に転がして、ライト前とかもしくは相手のエラーを誘うなどして、結構繋いで1、3塁とかそういう場面作ってましたから、結構技術力これあるなという、印象を持ちました。余談ですけど、武田高校監督さんがですね、相馬監督なんですけれども、私の恩師です。私が高校3年生の、4月に武田高校に赴任されまして、野球部当時は副部長でしたけれども、監督が今も大分舞鶴の川村監督でしたが、数ヶ月間だけ、相馬監督と一緒に野球を、してましたけれども、相馬監督個人的には、とにかく打つ。監督曰くですね、10点取られても、11点取り返しは勝つんや。俺だけ打ち勝つがやりたいんや。っていう話をね、よくされてましたけど、そのチームによって変わるんでしょうけど、今回結構守り勝つとか、コンパクトにね、打つというイメージがございました。
で余談ですけれども、まあ、この後第3試合の結果報告してからですけれども、まあちょっと武田高校の、まあ、とある、まあ、とかユニフォームに関するですね、ちょっと面白いこう予測ですけれども、噂のエピソードもご紹介いたしますので、お楽しみに。続きまして第3試合ですね、大分鶴崎対肘総合は7対0で、大分鶴崎が勝利いたしました。7回コールドゲームです。こちらもですね、昨日の私動画では、これ実力拮抗して、これ、引き締まった試合になるよと、申し上げましたが、結構差がつきましたね。7点ですね。鶴崎がですね、結構中盤で結構畳みかけて、最後、サヨナラコールド勝ちといいますか、もう勝負を決して攻撃で決めたという状況でございます。肘総合ももうちょっとやるかなと思ってたんですけども、なかなかこう1点がこう遠いっていうのがやっぱり高校野球の難しさかなというのを感じました。ということで本日勝利いたしましたのは、2回戦、駒進みますのは、大分豊富、武田、大分鶴崎の3校です。大分西の皆様、ね、日田の皆様、肘総合の皆様、本当に今ちょっとね、残念な結果になったかもしれませんけれども、本当にお疲れ様でした。ということでね、これからもまた頑張っていただきたいですしね、もう日田とか新しいね、このチーム、この若さがあるチームで、こう、伸びしろもかなりあると思いますので、こう注目だなというふうに思っております。で、そしてですね、先ほどちらっと私、申し上げましたが、武田高校のちょっとユニフォームの話題をご紹介いたします。皆さんご存知ですかね？武田高校の現在のユニフォーム、去年2020年の秋ぐらいから確か変わったんですが、これネットでも話題になってたんですけれども、もしちょっと調べられる場合、武田高校のホームページまだ残ってたかなっていうところなんですが、武田高校の今のユニフォームをね、ぜひご覧ください。なんか見たことある。すんごいインパクトのあるユニフォームです。これ多分見るとですね、ほぼ全員。これ阪神タイガースのユニフォームじゃね？って思うぐらい、ユニフォームが阪神タイガース仕様になっております。白地に黒の縦じま、そしてこう黄色いラインが入ってて、本当阪神タイガースのユニフォーム、そのままですね。以前ですね、神奈川県の横浜隼人高校というところがですね、甲子園出ましたが、その横浜隼人高校もユニフォームがもう阪神タイガースそっくりで有名になりました。しかも聖地甲子園ですからね、監督さんが阪神タイガースの大ファンということでね、そのユニフォームしてましたが、じゃあ武田もじゃあなんでなのっていうところなんですが、これはあくまでも正直私の予想ですが、割と当たってるかもしれないっていうお話をします。まあ実はですね、これポイントはやはりこちらも監督で、相馬監督ですね。まあ、相馬監督ですね、もう武田高校のですね、野球部の OB でして、実はその相馬監督の同級生がですね、阪神タイガースにピッチャーとして入団しました、馬場投手っておっしゃるんですけれども、ピッチャー活躍の後はですね、その後はずっと球団に残っていらっしゃって、多分今も残っていらっしゃると思いますね。確か広報担当だったと思いますが、まあそこでですね、阪神タイガースの縁があるというところが大きいんではないでしょうか。実は私も馬場さんとはですね、2、3回お会いしたことありますね。私がもう現役だった頃はですね、ね、毎年年末にその、まあ、馬場さんとね、相馬監督とのですね、世代が、こう、現役との交流ということで、ソフトボール大会を行ってました。で、そのソフトボール大会の、まあ、商品がちなみに阪神タイガースのグッズ、ね、たくさん私もいただきました。ちょうど星野監督が優勝ね、セリーグ優勝された年だったので、優勝関係のタオルとか、クリアファイルもいただきましたし、トレーナーや帽子もいただきました。まあ、余談ですけど、トレーナーと帽子、私体格大きかったんで入らなかったんですが、まあ、私も阪神ファンですから、本当嬉しかった。ということで、まあ、なんとなく武田高校とですね、阪神タイガースってこう、縁があるんだなという、そういうところに多分、由来があるかなと思ってます。で、もう一個だけ言うとですね、実はその前回もう10年ほど前ですね、また相馬監督がいらっしゃった時、多分2008年ぐらいのからですね、その時も同じようにこう、縦縞の阪神タイガースにそっくりのユニフォームでした。ですね、その前がですね、阪神タイガースユニフォームになる前がグレーのユニフォームでした。ちょうど私が現役の時で、本当私これ大好きなかっこいいユニフォームだったんですけれども、ただそれがですね、どうしてもユニフォームを変えなきゃいけない、なんかどうも裏事情があるらしいんですね。
というのもですね、これまあ当時、2000そのユニフォーム変える前に実は私相馬監督とお話ししたことあります。ちょうど私が大学で熊本に行ってまして、で近くのですね、清成高校、甲子園も出たもう本当名門進学校ですけれども、そこに武田高校の後輩がちょうど野球の練習試合に来てまして、でその後相馬監督と話した中で、ユニフォームをちょっと、ね、変えることになったんよって話になってですね、どうしてですか、僕このユニフォーム大好きなんですけどねって話したら、あんなって言って、このグレーのユニフォームどうもですね、よく見るとそのグレーの濃さが、色の濃さが上と下で若干違うんですよ。これ旗から見ると、実はよく見ると上下で色が違う、いわゆるツートンカラーになってますと。で高野連の規定ではこうツートンカラーのユニフォーム禁止になってるんです。ということで、そのグレーのユニフォームが禁止されてツートンカラーに見えるからということで、なんか高野連からまあなんかこうユニフォーム変えたらどうですかっていうことで結構言われたらしいですね。監督とかいろいろ保護者の話から私聞いたんですけども、実際ですね、ユニフォームをですね変えるにあたってというかですね、実際そのなんか公式戦とかでですね、そのグレームのユニフォーム時代の時ですね、こう、まあ、グラウンド整備とかしてると、その高野連のスタッフとか審判団がこう、武田高校のユニフォームこう、選手をこう、見に来るらしいんですよ。で、ちょっとごめん、ユニフォーム見せてって言って確認すると、これ上と下、色違うんじゃねみたいな話になったという話も聞いたことがあります。で、まあそういう、まあ変えなきゃいけないからという話で、まあ、私が監督にですね、じゃあ新しいユニフォームどんな感じにするんですかって話聞いたら、まあ監督が、まあまずは白やなって、今色がもう同じ、まあね、グレーやとまたややこしくなるから、白にしろかなと。で、俺やったら黒の縦縞にしようかな、みたいな話をね、相馬監督おっしゃってまして、まあ実際その後、本当に黒の縦縞のユニフォームになったんですね。だからもしかしたら監督のご意向が反映されたのかなという、まあエピソードです。まあ今回も多分もしかしたらそうですし、間違ってたら思います。ごめんなさいなんですが、まあ一つが武田高校のユニフォーム、ネット上でも話題になってたということでですね、まあ私の知る限りの、裏エピソードをご案内いたしました。ということで、1日目は、失礼しました。2日目ですね。本日の試合の模様は以上です。それでは最後、3日目の予定です。いずれも1回戦3試合が行われる予定です。第1試合、中津北対由布。第2試合、高田対大分上野ヶ丘。第3試合、安治夢対陽子館の3試合です。3日目の第3試合にして、ようやく私立が登場いたします。陽子館高校、甲子園にも出たことがございますし、ね、マネージャー、がんになったマネージャーのね、アッコと僕らが生きた夏でしたかね、の舞台にもなりましたし、そしてね、侍ジャパンに選ばれました、福岡ソフトバンクホークス、海拓也キャッチャーですね、海キャノンの、出身校でございます。余談ですが、私のいとこ、女の子はですね、陽子館高校時代、海拓也選手と同級生だったということですね。で、余談その2、陽子館高校の私系列の、幼稚園に通ってました。で、余談3、その幼稚園の2つ下の後輩が、実は、AKB、元ですね、AKB48 の初期メンバーがね、一緒に通ってまして、妹と仲良しで、実は同じ団地に住んでて、私、彼女の家まで、玄関まで行ったことはございますという、どうでもいい話いいんですけれども、陽子館に対するが、この安治夢高校ですね。これも実は注目でして、割と少人数、小規模学校なんですが、もう結束力が良くて、で、結構夏は勝つんですよ。初戦をもう突破率、ここ3年も多分初戦突破ほぼ全部してるでしょうし、結構、強さもあるので、この安治夢対陽子館っていうのは、ね、どっちが勝つか、これ結構注目です。で、第一試合、中津北対由布ですが、私この由布高校、結構期待してます。というか注目ね、してます。この間の5月の県選手権で、こうね、由布高校、まあ、関南高校時代からこう初めて、県大会に出場したということで、これまあ意外だなと思ったんですが、まあ、要はね、県大会出るほど今好調なチームということで、ね、中津北、ね、どこまでね、好調の由布相手にね、どうやって挑むのかっていうところをまあ一つ見ます。で、第2試合、高田対大分上野ヶ丘ですが、
高田もですね5月の県選手権に出場、ね、されてますので、そこそこやっぱり実力はありますし、で大分上野ヶ丘もうね、大分県民だったらもう県内一の、ね、公立進学校というところですが、野球もやはりもう強くてですね、21世紀枠でですね2009年出たこともございますし、近年夏の大会でも結構ねベスト4とか準優勝とかもしてて、野球もやっぱ強いチームですから、このね高田と大分上野ヶ丘の試合ね結構白熱するかなというふうに思っております。ね、明日のね3つの試合もかなり面白い展開になる予定です。ということでですね、今回は2日目の、結果とで3日目の、ご案内でございました。天気がちょっと心配ですけれども、まあ、なるべくですね良い環境でこうプレーができることを願ってみません。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、高評価いいねボタンいただけるともう励みになります。いろんなまた話ができればなというふうに思っております。でさらにですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。もう7月8月はとにかく高校野球結構中心ですね、まあ、毎日はできないんですが、結構な頻度で投稿を、ね、する予定ですので、ぜひ一緒に高校野球を楽しみましょう、ね、そして全国各地の高校球児の皆様に幸あれと願うばかりです。それでは最後までありがとうございました。ゲームセット。